これまっちゃんというよりも吉本興業の話ね、うんうん、匿名の方が情報をねくれてます。はじめまして、大阪 NSC 女です。まあ要は吉本の女性芸人です。で、今田さんが大阪収録の時は必ず南のカラオケ店の一番広い部屋を予約し飲み会とかがありました。アテンドを何度も頼まれました。これ今田さんって今田浩二のことね。で実は今田浩二は週刊現代にいっぱい悪口書かれた。裁判勝ってないです。あ、そうなんですよ。勝ってない。ところが裁判勝ってるけども、僕ははっきり言ってる、今で俺知ってるから訴えてこい、知ってるからもう一回やり返したんだ、俺その時弁護士と仲いいから。これもう今田の事件は15年前、うん、そういうことをできた時代やろお前ら15年前とか。もう今田かかってこいよ。俺松本にも喧嘩あったけどかかってこいよ。まあ、まっちゃんに関してはもうかわいそうやからと思ったけど、今田かかってこいよ。もう吉本興業内部ボロボロになってきたわけ。フットボールはあの後藤君、俺の昔の彼女もお前に声かけられとったで。俺の昔の女優の彼女や。その女性を口説くのはあかんって言うてへんとる、まずな、はい、だからかまへんねん、隠すなっちゅうてんねん、うん、それを隠さずに吉本ってこうやって入ってきたら、うん、お姉ちゃんとめっちゃ遊べんねん、うん、それを認めてくれる会社やねんで。でももうそれをやる会社はテレビ局とかスポンサーはダメやから、もうこれから YouTube でやりますって全然かまへんねん。芸人に対してな、そんな誰も求めねえへんで、お前らに青年潔白を。そう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 、そう、まあ、何を今頃隠してんねんって話。まあそういうことで、うん、ちょっといろいろと、まあ、告発も来てます、うん、あの吉本はこれもう本当に会見なんでせえへんのあんたら。よっぽど悪いんやね。 NHK をでっかー